皆さんこんにちは、バカ猫シーナです。いつもご覧くださりありがとうございます。今日は鼻声なんですいませんけど、今日はパッといろんなペンを紹介していきたいと思います。動画を作る時間なかなかないんですから、どうしてもせっかくいろんなペンインク入れてありますから見したらどうかなと思って、早速ですが、1本目のペン紹介していきたいと思います。そのペンは中国のペンメーカーペンビビアス、モデル番号は469で、特徴はこんな感じです。そうです、ダブルペンです。ニブはここにもあるし、こちらにもあります。で、結構使ってるんですけど、この紙にはペンの名前とか、ちょっと情報を書きたいと思いますから、よかったら見てください。そしたら行きます。文字はファインで、入れているインクはペリカのアクアマリンは片方で、でもう一個はケイハンセンの三条インクですね。両方は細字です。ファインです。普通はあんまり緑ペンとか買わないんですけど、パターンがすごい綺麗で、で、ペンビビアスは初めてダブルペン発売した時、このパターンしかなくて、だから早くポチりました。では次いきます。次のペンはあまり品質のいいペンじゃないんですけど、私猫なんで、可愛くてちょっと買ってみました。これです。これは、安めの万年筆、なんか猫の顔が写っています。で、Adorable Cat も書いています。可愛い猫っていう意味です。ニブはこのフードニブって感じです。これも細字で、インターナショナルカートリッジ、青ですね。で、次いきます。こちらもペンビビアスで、モデルは456。これは、パイロット823と同じくパランジャー吸入式です。で、今入れているのは黄色ですから、あんまり紙には見えないと思うんですけど、ちょっとビスコンティロンドンフォーグみたいな綺麗なパターンで買ってみました。なんか書いても多分見えないけど、一応文字書けるかどうか。やっぱりあれですね、黄色ですからあまり映らないんです。暗いインクを入れたらあまりパターン見えないかなと思って、とりあえず薄めの色をやってみました。なんかこれはハイライターとして使えるのではないかなと思います。次は同じペンビビアス456やけど、このパターンは濃いです。
あのプラチナ3776恋みたいなパターンです。入ってるのはダイヤマインレッドドラゴンというインクです。細字です。次はこれも中国の会社ですけど、Live in You という会社で、モデルは Future 未来というモデルです。こういう感じです。こういうなんかアクリルのダブル色パターン、ちょっと気に入って、あとここにも花の形のロールストッパーがあるから、すぐなんていうか机からぐるぐる回らないんです。これは暗く見えるんですけど、実際これは紫の肌ですけど、ダイヤマインの Imperial Purple という色です。なんか多分しばらく使ってるから、おそらく暗くなってきたんですね。なんか青か黒っぽいです。次はパクリで有名な中国の会社ですけど、ジンハオという会社で、いろんな何て言うんですか、他のモデルの真似するのが結構、知られてると思うんですけど、例えばモンブランとか、パイロットとかで、これは多分ペリカのパクリ作ろうとしてたんですけど、まあすごい変わってるんですから、面白くて買ってみました。こういう感じです。これはジンハオスワン、スワンは白鳥ですね。なんかファインって書いてあるんだとしても、すごいなんか中字っぽいな感じですね。でこれもダイヤマインのインク、ティリアンがタイリアンパープル。次はまたペンビビアスに戻るんですけど、これはデスクペンみたいな形になってて、ペンビビアスの267、こういう感じです。前の黄色いインクに入ってあった456と同じ色ですけど、そのビスコンティロンドンフォグっぽいの色で、ここに入ってあるのは、ペリカンハイライターインク。ちょっと看板あったから出てしまったんですけど、あとなんかこのインクはペリカン以外のペンに使わない方がいいってよく注意されますけど、せっかくのパターンだから、なんか透明なインクをとか薄い色のインク使いたくて、とりあえずインクを入れてみました。これはちょっと見にくいかもしれないんですね。あ、まあまあ見えてるかな。なんかかなり明るいしね。で次はネマサインシンギュラリティというペンで、これはアメリカのペンメーカーですね。ネマサイン、ニブは蝶々みたいなパターンが映ってて、多分見にくいと思いますけど、ちょっと蝶々っぽいなパターンがあります。これもダイヤマインティリアンパープル入ってあります。で次はこの間撮影させていただいた
ヘリコパフュームです。前は書きテストしなかったんですから、今回はちゃんとインク入れて書きたいと思います。このヘリコニブは M です。中字ですね。でインクはルイジアナ州の文房具屋さんパピエブルームマリグラインディアンプルプルというインクです。すごく綺麗と思うんですし、スチールだとしてもかなりスムーズ書けております。で次は、前紹介したガラスペンですね。もちろんガラスペンはインクがないんですので、今からちょっと入れていきたいと思います。前のダイヤマインティリアンプルプルでいきます。書くときどういう感じか。はい、こういう感じです。インクに入れたり書いたりしますね。ガラスニブですから、書く角度はたまに書かなくなったり、すると思うんですけど、そしたら角度を変えたりしてインクを入れたりしてしたら、うまく書けると思います。で最後に、ペン BBS の最新モデルですけど、こちらは355です。これは、バルクフィラーという吸入式システム、パイロット823のプランジャー式とちょっと、違うシステムですけど、どうやって入れるかというと、うまく説明できないと思うんですから、しかもこの初めて吸入しようとした時、結構汚れてしまいましたので、こういうバルクフィラー経験のない方には、まず水とか練習したりして動画をはっきり見た方がおすすめです。ディスクリプションでおすすめのインク入れ方の動画をペーストしますので、よかったら見てくださいね。他のチャンネルが、やっていますので、皆さんも、分かると思います。これは初めてペン BBS の中字。ペリカンオニックス書いてあります。で、そしたら以上です。これはね、私が今はインク入れてあるペンですけど、かなり多いんですから、そんなに1日ペンを使うもんかと思われる人もいると思いますけど、とりあえず毎日で書くのが楽しくて、いろんな使い方、ノートを書いたりイラストをしたり手紙を書いたりするのがいろいろありますので、皆さんも万年筆のこと、1本しか使わない方も、数本持っている方も、いろいろ楽しんでほしいと思います。そしたらこれで終わらせていただきたいと思います。皆さんご視聴くださりありがとうございました。また今度ね。